グリニッチビレッジ。グリニッチビレッジは、ニューヨークシマンハッタンクダウンタウンにある地区の名称である。五番街の南端に位置し、セントラルパークと並んで有名な公園である、ワシントンスクエア公園、大規模私立大学のニューヨーク大学、ジャズで有名なビレッジヴァンガードなどが、19世紀末期から20世紀半ばにかけて、このエリアは、芸術家の天国や、 ボヘミアニズムの首都として知られていた。ここはビート・ジェネレーションやカウンター・カルチャーの東海岸におけ中心地であった。20世紀半ばより高級化現象が始まり、アーティストたちは双方やドライベッカーへと流出していった。また、アメリカの同性愛者運動発祥の地と言われ、彼らの権利を守る書店、オスカー・ワイルドは全米でも有名であったが、2009年廃業した。 グリニジという名前は、オランダ語で、緑の地区を意味する、クローナイクが英語化されて生まれたものである。グリニジビレッジは、北は十四丁目、南はハウストン通り、東はブロードウェイ、西はハドソン側に囲まれた地域である。地区の中心には、ワシントンスクエア公園があり、そこから五番街が北に伸びている。ニューヨーク市で、都市計画。 1811年委員会計画が始まる前から住宅地が形成されていたため、新規の街路整備計画からは除外され、14丁を明北に見られるような5番目城、グリッドにはなっていないのが特徴。17世紀の間はニューヨーク市の市街地はもっと南側のみであり、この辺りは郊外のハムレット市に組み込まれていない村落であるグリニッチ村だった。 特に6番街より西のウエストビレッジ内の通りは1811年委員会計画による通りのパターンと大きく異なっている。1914年に7番街が11丁目から南へ延伸された際はウエストビレッジの中心を貫き多くの歴史的建造物が破壊された。この地区は19世紀の街並みが今も残るため、 アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。北西のハドソン側に隣接するあたりは、ミートパッキングディストリクトと呼ばれ、個性的なレストランやナイトクラブなどが年々増えている。16世紀、ネイティブアメリカンはこの地区の北西の端、現在のガンゼボートストリートあたりにあった入り江の周辺をサポカニカンと呼んでいた。 17世紀になってヨーロッパ人がマンハッタンに入植してきて1630年代にオランダ人と解放された黒人奴隷によりこの土地は牧草地に転換された彼らはその定住地をムアートウィックと呼んだ1630年代総督はこの地のファームインザウッズにタバコを栽培した1664年にイギリスがオランダに変わって ニューヨークの支配権を獲得し、グリニッチビレッジは、ロアーマンハッタンにあったニューヨーク市の市街地から、隔てられた郊外のハムレット、市に編入されていない村落として発展してきた。グリニッチという地名が使われた、知られている、最も古い文献は1696年の、ウィル・オブ・イエリース、マンデビール・オブ・グリニッチであるが、 ニューヨーク市の公式の文書では1713年に記述が登場する。1797年から1829年まで、この村にはニューヨーク州の最初の刑務所、ニューゲートプリズンが置かれていた、現在のハドソン川と10丁目、ピアのあたり。この地区に現在も残る最古の建物は、アイザックス・ヘンドリックスハウスで、1799年に、 建設され、1836年と1928年に増築された。19世紀になっても、ワシントンスクエアは、グリニッジビレッジとは別の地区とみなされていた。19世紀後半にワシントンスクエア公園が建設され、またグリニッジビレッジは、多くのアーティストが住むボヘミア的な雰囲気のエリアとなった。これは20世紀半ば頃、このエリアが高級化して、 アーティストが流出するまで続いた。ウェストビレッジとは、グリニッジビレッジの中で特に、ワシントンスクエア港より、南のエリア、および、双方の西のエリアを指す。イーストビレッジとは、グリニッジビレッジに隣接するブロードウェイより、東のエリアを指し、グリニッジビレッジとエリアの重複はない。ノースビレッジと呼ばれるエリアは、ニューヨーク市にはない。ニューヨーク市では、単に、ビレッジというとき、 一般にはグリニッチビレッジのことを指す。一方のイーストビレッジ、ウエストビレッジ、サウスビレッジは常に省略なしで故障され区別される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。